広島県広島市の介護施設では、施設内の食堂で 5G の超高速大容量通信を活用し、高精細映像の解析による食事管理サービスの実証試験を行いました。顔認証によって来訪者を特定して食事の管理情報を確認します。さらに食前と食後の映像から食事残量が自動的に記録されます。やはり介護職員が多くですね、業務をしているのが食事、入浴、排泄といういわゆる三大介助と呼ばれるものになりますので、そこにフォーカスをしていくことが大事だというふうに思います。特に食事の時間はピークタイムとなりまして、たくさんのですね、職員の方が食堂に集まるということがあるので、食事の時間は何がしかですね、テクノロジーに置き換えるということが重要だと思っています。岐阜県中津川市ではスマートグラスを使い、聴覚障害者へ周囲の危険を視覚情報で知らせる実証試験を行いました。周囲の音声や映像を 5G の超低遅延通信を使ってサーバーへ送信し、解析した危険情報をスマートグラスに表示して警告しました。聴覚障害者にとって視覚からの危険を察知する術はありません。危険音の視覚化で事故を未然に防ぐことで、聴覚障害者の皆様にとって安全安心な環境が提供できると考えております。 5G の超低遅延かつ超高速大容量通信により、さまざまな分野でより豊かな生活支援サービスの実現が期待されます。